出来損ないの私でも何者かになれるでしょうか。私と結婚するのが怖くないか。命を狙われるのはとても怖いです。それでも私はあなたの隣に立っていたい。ずっと俺のそばにいてくれないか。はい、あなたが、みんなが私を温かく迎え入れてくれた。だから出来損ないという言葉を言い訳にするのはもうやめにしましょう。